さあ注目のマリウス・ウルジカこれから登場してきます。世界選手権でこの種目金メダル3回、そして前回シドニーオリンピックのこのあん馬の金メダリスト、さらにアトランタでもこのあん馬では銀を取ってますので2連覇、そして3大会連続のメダルをこのあん馬で狙います。ウルジカ選手ですね、一つのポメルの上で下向きで、ぐるぐる回る、長いこと回る、こういう技を持って自分の演技をアピールします。ここです、決まりましたね。そして足を開いて開脚旋回、素晴らしい迫力があります。足がピタリと閉じて素晴らしいライン、さすがウルジカ、目を閉じてフィニッシュしました。いやーいいですね。そうですね、自分のするべきことは全てした行った、こういう演技だと思います。はい、さあこのウルジカの得点がどれくらいなのか、この後登場してくるのは日本期待の鹿島。そうですね、メダルを取るために9.8以上の、得点の争いになるような気もしますね。はい、団体の決勝では 9.825 という高得点を出したウルジカ、 9.825 という高い得点、3人終わってトップに立って右の拳をしっかりと握りましたウルジカ。